ホットマットフィールド神戸です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発はルーキーの森下、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の森下、マウンドに上がりました。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは山崎。第9球投げた、大学見送ってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げた、もう。第4球はインコース高め、空振り三振。バッターは2番青木。第9球投げた、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。1球目空振りから投げた、直球ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、打ちました、ライナー破った、レフト前ヒット。青木ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球投げました、初球を打ちました、レフトフライ、飛距離は出ていません、取りました、ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9球初球空振り、いきなり155キロ。さあ、次の投球打ちました、ファーストの右、ファールボール。第3球を投げました、一つ外してボール。投げました、打った、センター前進、取って、これで3アウトチェンジ。一塁ランナー青木残塁に終わりました。カープ立ち上がりを無得点に抑えています。右の小川、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは大森。第9球投げました、打ちました、バットバットが折れた、セカンド左への打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番菊池。第9球投げた、カットボールはボール。まずアウトコース低め、投球これから2球目、見送ってストライク。投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ピレラ。第9球投げた、初球を打った、ライト前進、取りました、これで3アウト。小川、無難な立ち上がりです。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは西浦。初球外れてボール。第2球投げた、カットボール見送ってストライク。投げた、3球目空振り、少し迷ったか。さあ、4球目外れた、ボール。さあ、投球は5球目、投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、打ちました、松山バックしていった、ワンバウンドヒット、ライト前ヒット、西浦いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げました、ボール。投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ボール。
投球これから4球目。低め外角ストライク。第5球投げた、ストライク。第6球を一塁ランナー出た、結局外れてフォアボール。際どいところでしたがフォアボールです。第9投げた、初球から打ってった、これは平凡なレフトフライ、取りました。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。松本直樹背番号30。第9投げた、直球ストライク、インローへ、いきなり152キロ。さあ次の投球、外角低めいっぱいストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、インハイ際どい球、ボール。次が4球目、投げた、ボール。投球これから5球目、完全に外れた、ボール。第6球を投げました、打った、ファーストの左、ゲッツーコースだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。カープダブルプレーでピンチをしのいでいます。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木。第9ストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、アウトロー、ボール。第3球を投げました、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げました、引っ張った、打球はレフトの左へ、ファウルボール。第5球投げました、ストライク、空振り三振。バッターは5番松山。第9投げました、ストライク、伸びのあるストレート。第2球、このボールも空振り、バッター追い込まれました。第3球はボール。第4球はチェンジアップはボール。第5球投げた、148キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第9投げた、決まった、ストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、インコース高めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、ストレートはボール。投げました、打ちました、山田交代、センター前ヒット、坂倉ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。もう一回一塁へ牽制球、また牽制球、タッチセーフ。小川ランナーの動きを警戒しています。打った、流し打ち、村上下がっていった、ファール。投げました、外れた、ボール。さあ4球目、打った、痛烈な当たり、センター下がった、クリーンヒット、ボールは中継、堂林ツーベース、カープ先制のチャンスを迎えます。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、田中、大きな声援が届いています。アウトコース低めストライク、まずは見送りました。第2球打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。カープ二塁三塁にランナーを置きましたが先制点には至りません。2回が終了しまして0対0です。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー小川。第9投げました、ボール。まずはインロー、投げました、ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を
投げた、打った、ファーストの頭上掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って山崎。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球空振り。第2球アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げた、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目打ちました。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番青木、今日2度目のバッターボックス。投げた、インサイド見送ってストライク。第2球インローの直球はボール。投げた、縦のカーブはストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げました、インコース高めいっぱい、見逃し三振。森下、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって0対0です。カープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー森下、投げました、初球外れてボール。投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って大森。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投球これから2球目、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、1球外した、ボール。投げた、打った、アルボール。第5球投げた、外角低め、外れてボール。第6球を投げた、流し打ち、どうだ。エスコバー、バックしていった、アルボール。これは引っ掛けた、村上航太取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番菊池、第1打席はライトフライに倒れています。第9ストライク、スワローズここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、チェンジアップ空振り。追い込んで投げました、危ない球。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。次は5球目打ちました、ファール。次は6球目投げました、ボール。第7球は打ちました、菊池追い込まれていますが粘ります。打ちました、掴んで、これで3アウトになります。カープ結局三者凡退、無得点に終わっています。序盤終了しまして0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは山田、第1打席はレフトフライに倒れています。低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。さあ次の投球投げました、打った、三遊間ライナー破った、これはヒットになります。山田、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げました、ボール。第2球一塁ランナー走った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。投げた、ストライク。第4球は打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは5番西浦、これが2度目のバッターボックス。投げた、外角高め見送ってストライク、いきなり150キロ。初球ストライクから投げた、2球目空振り、これで追い込みました。
第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第4球は打ちました、これはショート真正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わってスワローズこの回も得点を挙げられませんでした。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ピレラ、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、低めいっぱい、ストライク。投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール。スワローズここは引っ張りに警戒します。第5球投げました、カットボールはボール。第6球を投げました、打ちました、センター前に出る、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番鈴木、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げました、ボール。第2球投げた、直球ストライク、アウトローへ、伸びのあるストレート。第3球3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、カットボール、見逃し三振、外側いっぱいに決まった。バッターは5番松山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球変化球ストライク、低め。投球はこれから3球目、直球見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、松山ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第2球投げた、これも空振り、タイミング合いません。投球は3球目、投げた、1球外してボール。第4球を投げました、打ちました、センターへ持っていった、ヒット、ボールは中継、坂倉いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。第9投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球打った、ファールボール。第3球を投げました、148キロ直球、空振り三振、堂林全くタイミングが合いません。カープ得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。4回の裏が終わり5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはエスコバー、最初のバッターボックスはフォアボール。投球これから2球目、見送ってボール。第3球は打ちました、1、2塁間への当たり、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番中山、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、初球空振り。第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げた、打った、ライトへ飛んだ、ヒット、中山ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。初球空振り。投球これから2球目、危ない球。第3球打った、堂林ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは田中、最初のバッター打ちました、初球打ち、打球は三遊間へ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー森下、第9ストレート見送ってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、決まった、ストライク。投球は3球目、
投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、変化球、空振り三振。打順はトップに帰って大森、今日はセカンドゴロとファーストフライ。カットボール決まってストライク。第2球投げました、低め決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、流し打ち、エスコバー下がっていった、ライナー破った、ボールは中継。大森、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。第9投げました、初球を打ちました、レフト前に出る、ヒットになります。菊池、ナイスバッティングです、初安打。バッターは3番ピレラ、今日はライトフライとセンターフライ。第2球投げました、打った、引っ張った、ファール。第3球を投げた、打ちました、レフトへ行った、取って、これで3アウトチェンジ。カープ2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。前半が終わりまして0対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー小川、投げた、初球縦のカーブは空振り、少し迷ったか。第2球ボール。第3球はインロー、外れてボール。次は4球目、投げた、打ちました、ファールボール。投げた、打った、坂倉落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打坂口に代わりまして、坂口、背番号。第9投げた、ストライク、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球投げました、インコース低め、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、センターへのフライだ、センター前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番青木、今日3打席目。投げました、まっすぐ見送ってストライク、いきなり153キロ。1球目ストライクから投げました、打ちました、打球はライトへ、取りました。これで3アウト。カープ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、打った、いい当たりだ、抜けた、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。初球を打った、山田バックしていった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、初球から打っていった、これは内野ゴロ、一塁へ送る、アウト。カープ先制のチャンスを迎えます。右バッターボックスは7番堂林、ひときわ大きな声援が聞こえます。初球はストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、打ちました、ファースト、これは守備範囲内、小川取ってアウト、スリーアウトチェンジ。カープここまでまるっきりいいところがありません。6回の裏が終わりまして0対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは山田。第9投げた、見送ってストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、あっと引っ掛けた、ふわふわっと上がった、森下余裕があります、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、今日はセンターフライとファールフライ。投げた、カットボールはボール。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、直球空振り、
追い込んで第5球投げました。155キロ直球、空振り三振。右バッターボックスには西浦、見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球打ちました。三遊間の打球、田中取った。ショートから一塁送球、記録はショートのエラー。ショートのエラーです。スワローズ代走を送ります。田代一塁に入りました。バッターは6番エスコバー。今日はフォアボール、セカンドゴロ。さあ次の投球、ボール。投球は3球目、投げました。アウトコース高め、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、外、チェンジアップ外れてボール。さあ投球は5球目、三振。マイホホットモットフィールド神戸、上空には当初を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃。トップバッターは田中、今日はセカンドライナーとサードゴロ。第2球投げた、打った、ファールボール。第3球を投げた、打った、これは詰まっています。これは内野へのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー森下、見送ってストライク。まずは見送りました。第2球アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げた、内角低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、打ちました。山田ボールを取る、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って大森、今日はここまで3打数1安打。ボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、セーフティーバントだ、ファール。第4球を投げました、打った、ライナー破った、センター前のヒットになります。大森ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りからボール。第3球を投げました、アウトコース高め、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、打ちました。バットの先、山田交代、ヒット、センター前ヒットになった。菊池いいバッティングを見せました。カープ先制のチャンスを迎えます。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。投球これから2球目、会心の当たり、抜けた、大森一気にホームへ。ついに均衡が破れました。ピレラタイムリーツーベースヒット、初安打。カープ見事チャンスをものにしました。これで勢いがつきそうです。小川降板、マウンド上ピッチャーは梅野、厳しい場面での登板です。自分のペースで投げることがない、カープ代走投入です。野間二塁に入りました。2アウトランナー2塁3塁となりまして、鈴木第1球打ちました、初球打ち、ヒット、ライトバックホームへ。カープさらに1点追加、鈴木タイムリーヒット。これで今日は4打数の2安打。梅野結局アウトを1つも取れずに降板。マウンドに上がったのは中澤、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして2対0、カープここで先制です。8回の表2点を追いかけますスワローズの攻撃。この回のトップバッターは宮本、第9投げた、完全に外れた、ボール。第2球投げた、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げた、ストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、三振、2者連続三振。
右バッターボックスは8番松本。今日はファーストへの併殺打とサードへの併殺打。初球はカットボール空振り、少し迷ったか。第2球投げた、打ちました、引っ掛けた、ファールボール、投げました、打ちました、ファール。さあ4球目打ちました、いい当たり、ライナークリーンヒット、松本ナイスバッティングです。ピンチヒッターは西田。まずは一塁牽制、あっと二塁送球、ワンアウトランナー二塁に変わります。初球空振り。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、アウトローへストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打ちました、あっと引っ掛けた、堂林下がった、これはヒットになります。ボールは中継、西田いいバッティングを見せました。カープなおもピンチが続きます。投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、ファールボール、投げました、引っ張った、ライト前クリーンヒット、松本三塁回った、スワローズ1点返しました。坂口タイムリーツーベース、カープなおもピンチが続きます。森下降板、右の菊池ワンヒット逆転のピンチで登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか、さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。初球空振り。第2球投げました、これもしかし空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、前進守備のファーストの上、取りました、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9球初球スプリット空振り。第2球投げた、内角高め外れてボール。第3球を投げた、アウトロー外れてボール。次は4球目投げた、ストライク。次は5球目インローへ、変化球外れてボール。さあ6球目投げた、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。第9投げました、初球外れてボール。投球これから2球目、決まってストライク。第3球を投げました、スプリット空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、三振、菊池やりました。カープこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。中澤降板、ここでマウンドに上がったのは長谷川、今日4人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、もう第2球投げました、スラーブはボール。第3球を投げた、ストレート空振り。次が4球目投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。さあ5球目外れた、ボール。次の球がラストボール、投げた、打った、一、二塁間のゴロ、セカンドから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番堂林、今日はここまで3打数1安打1三振。第9投げた、危ない球。第2球投げた、アウトコース低め外れてボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球は打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番田中、今日はここまで3打数ノーヒット、決まってストライク。第2球投げました、打った、左中間へ持っていきましたが掴んで、これでスリーアウトになります。
か。結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の裏が終わりまして2対1です。菊池降板、そしてマウンド上はクローザーフランス。最終回1点差でマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました。初球を打ちました。左中間のフライ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番エスコバー。投げました。初球を打った。菊池下がっていった。ここはしっかり掴みました。バッターは7番宮本。スタンドからは大きな声援が上がっています。初球打ち引っ張った。ファール。さあ次の投球投げました。2球目ストライク。さあいよいよあと1球。第3球を投げた。一つ外してボール。第4球を投げた。スライダー空振り三振。カープ1点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは勝利投手の森下。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1カープ僅差で勝利しています。勝利投手は森下、敗戦投手は小川、そして西武はフランス。カープ今日はなんとか逃げ切ることができました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でホットモットフィールド神戸よりお伝えしました。